キアナ少尉、ニュージーランドに到着。ちょっと待ってよ。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日、姫子、14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェミニ。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたが、私が知っているのは以上よ。そういうことなら急いで回収しに行こう。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。現おばさじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち、動いていたのは1機だけ。武器システムも全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット。そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それって、リツシャ？その通り。長空市で観測された第三リツシャがハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するにはリツシャのエネルギーを必要とする。それも4人よ。夢の中の声も鍵が4本って言ってたような。観測装置に表示されているのはここね。でも何も見えないわね。メイ姉様、待ってください。どうしたの、ブローネちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？見つかったのは女の子ですよ。オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェムの。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験でデザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのよ。でも残念なことに彼女にもその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。つまり天命は結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと？やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。
重装ウサギ 19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ 19C ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。え、飛び上がった。すごい、ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも試させてよ。キアナはお断りです。4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あの、ブローニャお姉ちゃんありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい、私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤー学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう、本当に優しいのね。どうしたの？ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。ダルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと、それが私の職責。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？飛んでっちゃった。今は情報を早く本部に報告し、
S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは密者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していること。 S 級バルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダルよ。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。さらにもう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。空中戦艦？まさかネゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。ヒアナ、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。ウェンディ、やっと見つけた。どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンディちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部から S 級バルキリーが捕まえに来るし、ネゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、律者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと。いいわ、試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて。さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああ、もう間に合わない。 S 級バルキリーとネゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。ネゲントロピーの通信システムは進んでいるから実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、 S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。やっほー。しつこい。それならあなたたちを懲らしめてやるわ。ふん、それはこっちのセリフよ。ウェンディちゃん、
信じて。あなたは崩壊エネルギーに侵食されて自分を見失ってるだけよ。ギアナ、待ってください。ブローニャはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。いやよ、話なんてしたくない。ブローニャお姉ちゃん来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニュが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニュにはウェンディの苦しみがわかります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよくわかります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら私も自分を信じてみたい。よかった、ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな。いいですよ。重装ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。で、嫌です。あなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限司令入力。重装ウサギ 19C 狙撃モードにチェンジ。第四律者を攻撃。やめて、ブローニャちゃん何してるの。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさか、さっきの話は全部嘘だったの。私もう誰も信じられない。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除、目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。忘れるところだった、ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何。はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして。ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認、接近中です。命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。ヤッホー。ねえキアナちゃん、
院者だけど、潜入準備はできてるの？もちろんできてるよ。で、あれ？なんで今回はテレサの式なの？姫子おばさんは？誰がおばさんだって？これで2回目よね。次行ったら許さないわよ。とにかく ME 社は非常に危険だから、私が一緒に潜入するわ。あなた一人じゃ自分がどう死んだのかすらわからないでしょうしね。私も参加するよ。3人揃ってこそのバルキリー招待だからね。姫子、どう感謝したらいいんだろう。微笑みで十分よ。ありがとうって言えないのかしら。そうなんじゃないのかな。おしゃべりはそのあたりまでよ。任務開始前に現在の状況を説明する。情報部門が確認したところ、ネゲントロピーにさらわれたメイ、ブローニャ、ウェンディの3人は現在 ME 社の本社ビルに閉じ込められているの。残念なことに、天命は今ネゲントロピーに宣戦布告する用意ができていない。だからって取り返さず我慢するわけない。まずはビルに潜入すること。バルキリー3人の救出はその次。まあチャンスがあれば悪ふざけもしていいからね。了解。最後の一言はシスターが言うことじゃないですよ。そんな小さいことは気にしない。私と少佐が参戦するとはいえ、 ME 社の本社ビルは警備が厳重だから準備をする必要があるね。まずはビルの周辺を探索して潜入方法を見つけ、内部構造を探索しよう。何か収穫はあった？いえ、まだです。 ME 社のビルは本当に鉄壁ですね。全ての通路に強力な守備部隊が配置されています。つまりそう簡単には潜入できないってことね。そうだ、学園長、一つ質問があるんだけど、前にニュースで ME 社の CEO はライデン・リョーマだと聞いたことがあるんだけど、あれはメイ先輩のパパでしょ？どうしてネゲントロピーはメイ先輩を父親の会社に閉じ込めているのかしら。ああ、確かにそうね。それにしてもまさかティアナもニュースを見るとは。ニュースは全て本当とは限らないよ。ちょっと待って、この話題ってデリケートなもの？まあ秘密事項ではあるけど、全く話せないってレベルじゃない。その件については調査が済んでいるわ。表面上ライデン・リョーマは経済事件を起こして投獄されたことになっているけど、実際はネゲントロピー内部の人に陥れられたのよ。ライデン・リューマが ME 社を率いていた頃、天命とネゲントロピーは割と平和な関係を保っていた。その後カカリアが彼から主導権を奪い取ったのよ。しかしカカリアは過激で急進主義者だから、何度も私たちと摩擦を起こしたってわけ。今回の事件もカカリアが計画したものでしょ。カカリア、その名前どこかで聞いたような。まだ入る。 ME 社の周辺でだいぶ時間を無駄にしてしまいました。このままではネゲントロピー部隊に見つかってしまいそうですから、まずは一時撤退しましょう。ダメ、このまま帰ってたまるか。帰らないから。私一人になったってメイ先輩を助けに行くんだから。イアナちゃん、熱くなりすぎると何事もうまくいかないよ。そうです、落ち着いてください。え、あ、ブローニャちゃん、ブローニャちゃんなの？ ME 社の警備は非常に厳重ですが、ブローニャがご案内します。よかった、どうやって潜り込もうか頭を抱えてたの。待って、信じられないわ。以前この子が操られていたからメイがさらわれたのよ。しかもなぜこのタイミングで迎えに来たの？姫子少佐、ブローニャを信じてください。姫子、話し方からしてブローニャちゃんは操られてないみたい。それにブローニャちゃんは私たちよりメイ先輩を救いたがってるはずだよ。本当にしょうがないわね。どのみちみんな決死の覚悟はあるんだから、博打だと思っていこう。ではまずビルの C7 ゲートに急いでください。なんだか嫌な予感がする。ブローニャのことが心配なの？
確かに罠の可能性が高いわね。罠だとしても心配ご無用、あたくしがいるからね。罠だと判明したらすぐ壁を破って逃げ出せばいいのよ。今日のテレサ、ずいぶんエキサイトしてるね。自分で任務を遂行するのがかなり久しぶりだからじゃないかしら。そういえばテレサもバルキリーだったんだね。そうよ、現役時代の彼女はそそっかしいところもあったけれど、実力はとてもあったの。 S 級バルキリーになる話もあったんだけれど、その原因は。姫子少佐、おしゃべりはそれくらいにして。要は私がすごいってことをティアナが知ってくれればいいんだよ。すごいロボットね。天命もこんな武器が開発できたら、バルキリーが戦場に立つ必要がなくなるんじゃないかしら。残念ながら不可能よ。天命も無人操縦の崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことはあるけど、全て失敗に終わった。なぜ無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 そして崩壊エネルギーが不安定なため、兵器の物理構造が壊れ、兵器は1回か2回の使用で捨てることになる。とても経済的。天命の長い研究の中で、崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてバルキリンの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギーはしかしその代償として、媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることになる。寿命の縮み、若いうちに死んでしまうのよ。え、そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーのやり方の方が正しいの？ネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて、大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でも人間を媒体として大幅に使おうとはしていない。ネゲントロピーを創設した年寄りが天命より人情味のある人だったからかもね。ブローニャ、C7 ゲートに着いたわ。パスワード XCVF 権限認証、ドアオープン。開いた。やった。ビルに入ってからはもっと注意しないと。ブローニャはあなたたちにビルの地図を送ります。メイ姉様は3階の実験室の中です。ブローニャがその実験室のドアを開けますので、早く向かってください。現在研究員がメイ姉様を解剖し、体内から律者のコアを取り出そうと準備を進めています。そんなことさせない。安心して、全力で実験室に向かうよ。メイ先輩、助けに来たよ。パスワード GHDDD 権限認証、ドアオープン。実験室への通路が開いたわね。待って、気のせい。入ってきた通路が閉じられた。まさか罠？タイロが。キアナはいつもバカだって聞いてるけど、肝心な時は賢いじゃない。この声はブローニャちゃんを操ってる人。なるほどね、あなたがカカリアさん。その通り、私がカカリアよ。そちらはテレサ・アポカリプス？おやおや、まさかの大物がお出ましなのね。優秀な戦士だったと聞いていたけれど、軽率にもこんな罠にはまるとは名ばかりのようね。ち、陰険な狐だと聞いていたが、確かにそのようね。しかしここまで豪華な餌を用意されては食いつかないのも失礼でしょ。罠にかかったのは確かにいい気はしないけど、ことは簡単になったわ。実験室に入り名誉を救えば、あとは脱出の道を作るだけ。まだそんな大口を叩けるのね。大口かどうかはすぐにわかる。じゃあ実験室でおもてなしするわ。来る途中で命を落としてがっかりさせないことね。メイ先輩を返してもらうわ。お前たちは律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにとっては、カカリアはお母様そのものです。でもブローニャは
優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だからブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令にはもう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。ヤッホー、ブローニャお姉ちゃんとお話しさせてください。ウェンディ、なんで通信にアクセスできるの？どこ？今助けるから。分かったんです。残念だけどブローニャは怪我していて通信ができないの。何か話したいことがあるなら代わりに伝えるよ。ニュージーランドでブローニャお姉ちゃんが私を攻撃してきたのは操られてたからです。私はもうその真相を知ったと伝えてください。私恨みませんから。でももう会える機会がないかもしれませんね。テレサ先生、お久しぶりです。そうだね、あなたをオセアニア支部に移動させて以来だね。ちょっと確認したいことがあるんですが。でも。そう、ご明察。あの時デザイアジムの埋め込み実験に参加するよう推薦したのは私なの。あなたが私の生徒の中でも。やはりそうなんですか。謝っても仕方がないことは分かってる。より多くの人を守るためには一部の人の犠牲が必要なの。それが私のずっと背負い続けている十字架。先生はずっとそうですね。表面上は何事もないかのように装って、でも心は強くて。それじゃ最後に改めてこれまでのご指導ありがとうございました。ヤッホー。はーい、さっきのプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントって、まさかウェンディちゃんとの通信？正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。ウェンディの遺言を最も愛するブローニャちゃんに伝えられて。遺言？あら、言わなかった？もう第四律者は殺したの。何？なんてこと。もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。そう、取り出したって使えないでしょそれは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて、ほんとあんたたち天命のおかげだわ。狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現してあげただけ。それだけじゃなく、最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。でたらめ言わないで。キアナちゃん気をつけて。こんな大きなロボットが動かせるなんて信じられないわ。じゃあね、私の新しい作品にせいぜい遊んでもらって。そうそう、この子の名前は MSR7 デウス。たっぷり実験データのサンプリングさせてちょうだいね。じゃあよろしく。
戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。